アレクサンデル・コルビン・ゴシェフスキーアレクサンデル・コルビン、ゴシェフスキーは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族。1610年より、リトアニア記録館、1615年より、リトアニア書記館、1625年より、スモレンスク県知事、1630年より、リトアニア野戦書記館を務め、ピンスクとベリジの大館でもあった。1613年12月に開催された、 国会では議長に選ばれた。ゴシェフスキは、スウェーデン・ポーランド戦争に従軍し、1605年のキルホルムの戦いなどに参加した。またロシア・ポーランド戦争にも従軍し、スモレンスク包囲戦などに参加、また1610年頃には、共和国軍が占領したモスクワ・クレムリンに置かれた、ポーランド人守備隊の司令官となった。 続く1612年から1618年までは、スモレンスク要塞の司令官となり、この町を奪回しようと攻めてきたモスクワ国家軍を撃退した。やがて、スウェーデン・ポーランド戦争が再び起きると、1621年から1628年まで、主戦場となったインフランティ県で戦い続け、理クな駆使主母力。 ティナブルクなどの戦闘で勝利し、スウェーデンによるリボニア全土の征服を阻止した。スモレンスク戦争が起こると、ゴシェフスキは再び、スモレンスク要塞の司令官に任じられ、国王部ワディスワフ4世の軍勢が到着するまでの間、二度目の包囲から町を守り抜いた。彼は知事を務めるスモレンスク県に、 多くの所領を得ることができたが、これは、ゴシェフスキの軍事的功績を認めた国王による、報奨であった。彼はまた、ビチェプスクと、ブジェスチに、イエズス会の神学校を設立してもいる。息子のヴィンツェンティ、コルビン・ゴシェフスキは、リトアニア区内長官、ヘトマンなどを務めた。ありがとうございます。